ステップスはやめて、その次にフレックスっていうスタジオ、ちょっとストリートダンス寄りのスタジオに変わって、はい、でも実はそこでミキコさんのことを知ったんだけど、そう今に至るところにはなってくるんだけど、何がきっかけで上京したんでしたっけ？私はですね、はい、ユニバで在籍しながらアクトダンサーに挑戦するわけですよ。おお、なるほど。でもシフトの都合上、みんなが同じ日に出られないから、うん、私そこで東京のオーディションを受けたの。日付をこうずらすために、そうシフトの兼ね合いもあって、はいはいはい、みんな受けたいから、じゃあ私東京行こうと思って、そしたら日にちがずれるから、お服が軽い東京のオーディションを受けて、はい、東京が受かって、受かった出た東京に知り合いができた。お、楽しい。じゃあ私も東京行けるじゃんって思ったの。じゃあ、知り合いができたから。はいはいはい。まあね、大人数こうパフォーマンスなんで、うん、すごい仲良くなりますよね。うん、あれ一緒に頑張って練習もするし。アクトダンサーで受かったのがきっかけだったのが、DRF さんの15周年のツアーにね、はい、呼んでいただいたんです。はい、ダンサーで。すごい。まだ大阪でユニバしてる時に。すごいわそれは。でも多分東京公演出たのがきっかけだと思うんじゃけど、でそこでバックダンサー、それこそきっちりしたバックダンサーっていうお仕事をさせてもらったの。それがすごい楽しくて、チャーレンさんもすごい優しいですね、うん、後輩をいろいろさせてあげてね、いろんな現場体験させて、うん、ダンスの先生になりたいって思ったけど、バックダンサーやりたいって思ったんよ。TRL がきっかけなんだじゃあ、うん、そのステージがきっかけで、うん、今でも DVD たまに見たりするんじゃけど、若いわって。フレッシュ15周年のやつらしいです。よかった、持ってる方は見てください。持ってる人おるかなどうじゃろう。でもそれがね、初めて形になって自分が踊ってるステージみたいな、すごい楽しかったし、こういうのが形に残るっていいなと思って、バックダンサーしたいって思って、はい、じゃああと1年ここにいる必要ないなって思って辞めたの。うん、間違い、合ってます。間違いではないです。いやすごいなと思って、決断力がもうパスパンスパンいくからちょっとびっくりするけど。うん、でもすごいですね、うん。上京してきてからなんですけど、ゴンさんの時にお会いした時は、うん、なんか。ダンサーのエキストラ事務所みたいな、なんかこうダンサー派遣会社みたいなのに入ってるのかなと思ったら違う。それがしんのすけさんのところだった。あ、そうなんだ、うん、そういうのもあるって知らなくて、だから、うん、いや私も知らなくて、なんかあの先生かっこいい、あの先生の振り好きと思ってずっとしんのすけさんのレッスン通ってたりしたとか、うん、そういうお仕事をいただく機会があったり、なんかダンスビデオを呼んでいただいたりとかする機会があって、お友達もできて、その時東京に行った時に、はい、どうやら広島で憧れだったミキコ先生が東京にいるらしいっていう噂を聞いて、はいはいはい、あそこ広島の方ですもんね、ミキコさんは。はい、広島のフレックスに入ったきっかけが、そのミキコさんのダンスレッスン体験入学みたいな体験レッスンを受けて、めっちゃ好きこの振りと思ったのがきっかけで、そのスタジオに入った先生だったんだけど、なんかその当時はタイミングが合わなくてレッスン受けられなくって、はい、あ受けたいって思ってたうちにニューヨークに行かれてしまって、でそのまま受けずじまいで、はい、もう私は大阪に行ってしまったから、回り回ってまたもしかしてレッスンが受けられるかもしれんと思って、はい、東京でようやく、うん、で受けに行ったんですか。でもどこでレッスンしてるかわからんかったから、はい、その当時ミクシーがさ、ミクシーだったんよ。まだミクシーなんだ。そう、まだミクシーなんよ。若いんだな、あのやっぱりこの SNS ね、まだそう何年かしか経ってないんですね、普及して。うわ、私の中でその当時の最初はミクシーだったけ、はい、ミクシーでご連絡して、ミクシーで探すのって大変な感じもするけど、探したんだ。探してご連絡してお話しさせてもらえる機会があって、はい、ちょうど実はレッスンをしようと思っていて、はい、誘っていただいて、はい、そこからこうレッスンに、ミキコさんのレッスンに行くようになったんじゃけど、それまではもうだからそれこそしのすけさんのレッスン行ったり、しのすけさんのお仕事をいただいたり、他のそういう気になるダンサーさんのレッスン受けに行ったりとかしながら、うん、オーディションっていうものは全て受けに行きたい
まあ、自分が知りうる限りのオーディションはなるべく挑戦して、挑戦したい。もう自信もフルについてますから、いろいろ東京出てきたんじゃけと思っとったんね。いろいろこう行動は起こしつつ常に。でいろんなそこでご縁があって、みきこさんのスタジオでもレッスン受けるのもきっかけがあって、そこで知り合った子からオーディション情報をもらって、はい、あのまゆちゃんも受けてた上地さんのオーディションを受けるんですよ。はい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 、上地ゆうすけ、はいはいはい、言ってましたね、うんうん、で1回目受けた時に落ちちゃって、まゆちゃんは受かってたんだけど、はいはいはい、私落ちちゃって、で、あ、残念じゃったって思ったけど、なんか悔しかったんじゃろうね、落ちるっていうことが悔しかったんだと思う、うん、で、その次の年もあって、絶対頑張りたいって思ってもう一回挑戦して、そしたら選んでいただいて、おすごい悔しそうちゃんとかね、うんうん、それがツアーダンサーっていうお仕事をいただいたのがそれが初めて。うん、結構ねずっと何ヶ月も一緒に回るから楽しいですよね、うん、ツアーダンサーもね。それが結構大きなパッケージというか全国ツアーだったので、うわすごいな、本当に3ヶ月かけて何十公演もやるような感じを3年続けさせていただいて、でもその間にみきこさんのスタジオも行ったり、そのみきこさんのお仕事もさせてもらったりしてたんだけど、なんかだんだんこうバランスが取れなくなってきてしまって、3年もツアーダンサーとしてやらせていただいたところでの、もうその現場のこのお仕事の仕方とか、なんか先輩後輩のあり方とか、あ、やっぱり私足りないことがいっぱいあったなっていうのもすごい教えてもらって、それを経てた上で何がしたいんだろうって考えた時に、考えたんですよ。そしたらみきこさんのレッスンにあんなに行きたい行きたいって思ってたのに、ツアーが入るために行けてなかったから、これでいいのかって思って、その時海外もちょっと視野に入れてたのね、自分の中で。なるほど。家族旅行で行ったスペインがすごく印象的で、海外いいな行きたいなっていう気持ちも持ってたし、でも全部は全部できないから、今まずこの3年間やらせていただいたお仕事を一旦卒業させていただこうと思って、はいはいはい、ご相談してちょっと辞めさせていただくことになって、はい、じゃあよし、レッスンにも通ってスペインにも行きたいって思ってたら、あれよあれよという間に海外でお仕事する案件をいただいて、それはみきこさん、みきこさんの振り付けで、なんかニューヨークとか行かれてたやつ、あね、いろんな国行ったんですか、いろんな国行って、ニューヨークのイメージがみきこさんってあるんですけど、あでも、うん、ニューヨークでもやらせていただいたけど、うん、まさか自分がそう視点を海外に向けたタイミングで海外でお仕事させてもらえるなんてと思って、すごいタイミングですね、うん、なんかあったんですね、なんかでもなんでね、すごいわ、急にそう海外と思ったのかもちょっとわかんないけど、うん、そのタイミングよく海外のお仕事っていうのもご縁なのか、うん、何なのか。じゃあそこで今度はがっつりみきこさんとこう携わっていくと、うん、関わっていくの作品作りだったり、パフォーマーとしてこう体現していったりとか、レッスンも受けたりとか、はい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 、いろんなお仕事をさせていただいたりとかっていうのが数年続いて、はい、いよいよじゃあイレブンプレイとして団体としてやっていきましょうと。おお、きたー、イレブンプレイ、はい、うん、でそこからやっとイレブンプレイとしてスタートしてる感じ。わー、そうなんだ、うん、もうイレブンプレイ私出てきた時やっぱなんか知り合いのね、やっぱ香織さんとかも言わはるし、うん、で私の卒業させるもの先輩とかも当時は入ったりとかしてて、うんうん、知ってる先輩だけど、その海外を視野に向けてダンスだけじゃなくて、なんかこう映像技術だったり、うんうん、ちょっとこうアーティスティックなこともやってたりするから、なんだこれっていう、ちょっと新しいもの出てきた感はすごいありましたよね、イレブンプレイがって動き出した時っていうのはね、うん、前ねミクちゃんとかにもゲストに出てもらった時とかも、ミキコさんの演出を初めて見た時に、うん、びっくりしたっていうのは喋ってもらったん で、うんうん、で私はなかなかねミキコさんとこうお仕事をする機会なかなかなかったので、うんうん、中身を知らないんですけど、ただただ印象にあるのはイレブンプレイに入ってるメンバー、私あともう
一人知ってるのがエミスケさんいらっしゃいましたね。同級生なんですね。そうそう、エミスケさんもしかり、あと多分星野源さんのツアーに出てたのかなっていうトモ先輩っていう、あ、トモ先輩、先輩じゃね、確かに確かに、あの知ってる方が、知ってる方この2人、で香織さんって3人いるんですけど、私この3人の印象が、まあ、ダンスももちろん上手いんですよ、上手いんですけど、めちゃくちゃいい先輩、いい人っていうイメージがめちゃくちゃあるんですよ、私。聞いて、しかも3人とも同級生。あ、そうなんですね。このメンツが入ってるのがまた、なんかただただダンスが上手いだけじゃなくて、まあ、やっぱダンスがね、飛び抜けて上手い人って、ちょっとこう、喋ると癖があったりとか、まあ、私みたいにものすごいマイペースとか、なんかちょっと個性がありすぎて、ぶっ飛んでんなっていう人もいらっしゃるんですけど、でもその3人を、そのイレブンプレイに関わったそのメンバーに関しては、もう本当に優しくて、穏やかで、いい先輩だったの、なんか優しくしていただいたなっていう印象がものすごいあって、えみつけさんはあの愛さんのもう10年ぐらい前になるんですけど、あの愛さんのこうライブツアーのオープニングアクトでダンサーが出る時にえみつけさんと一緒に踊ったんですよ。へえ。その時も癖の強いメンバーだったんですけど、唯一えみつけさんは本当に優しいモデルさんだなっていう印象があって、トモ先輩はトモ先輩で、もうママダンサーなので、当時私が妊娠、初めて1人目を妊娠した時にすごい優しく声かけて、すごい連絡してくださった方だったりしたので、大丈夫、しんどいやろうとか、大丈夫、絶対ダンス復帰できるからってやったら大丈夫とか、なんかいい人が集まるカンパニーなんですかみたいな、人がいい先輩しかおらんやん、イレブンプレイと思って。それそう言ってもらえるのはすごいありがたいけど、感じてます、その、まあ、ないは知らないですけど、今日お話しした感じで言うと、私は割とバツバツバツと決めていく性格ではあるし、意外とね、あのその当時からこんなのんびりしてたかどうかはちょっと私自身は分かんないけど、はい、一緒にこう作り上げるイレブンプレイのメンバーって、もう友達っていうよりかは仲間っていう絆がすごい強いから、なんか一つの作品、一個のものをみんなで作り上げていくよっていう熱量がどうしても同じ方向にしっかり向いていくから、おのずとそういう関係性というか言い合いをして作っていくわけじゃないから、なんかこう割とそういう意味で大人の作り方をしてるのかな。あー、そうかもしれない、皆さん、大人だからだ。年齢がとは言いませんが普通でチームとかダンスチームとか組んだらバッチバチになったりするじゃないですか、やっぱコンテスト前とか作品が出来上がる前ってね、やっぱ喧嘩したり険悪なモードになったりとか、多分経験ある人はあると思うんですけど、でも私たちもそれがゼロかっていうとそうじゃないし、で前はその集まってきたメンバーだったから逆にちょっと距離があった、はいはい、気を使うというか、気を使う距離だったんだけど、でもそれじゃいいもの作れないから、なんかその腹を割って話そうよじゃないけど、なんか一個ちょっと踏み込んだ関係になれたからこそ今まこう丸くまとまってるのかなって、あ、本音も言える関係性にもなってきて、お互いのこうスキルとか魅力とかも尊重しながら、でも言いたいことはちゃんと言っていくっていう、なんかいい関係性がこう作れてるのがイレブンプレイっていうことなんですね、なんかそんな感じがする。へえ、特にみきこさんがそれに対して何かを言うとかじゃないし、はい、どうしても何かこう伝えたいことがあったりする場合は結構個別で話をしてくれたりとか、時間取ってくれたりとかするのもやっぱりちゃんと一人一人に配慮してくれたり、でもそれ、みんなの前でわーってなんかこう引っ張って言うとかじゃないかもしれないけど、めちゃくちゃ考えてくれてるんよ、多分そのやり方、個別にね、なんかあったら話そうとかね、やっぱさ、みきこさんの力量なんやわ、すごい。そう、なんかテレビとかではね、こういう風にしてるとかね、いうのはね、あのやっぱインタビューされたりするじゃないですか、みきこさんがね、そういうのを全部私ドキュメンタリー大好きなんでプロフェッショナルとかちゃんと見てます見させていただいて、さすがじゃあ、そうなんです、うわー、なんか優しそうな、あの素敵な方だなっていうのは、まあテレビ越しですが私はよくわからないんですけれども、拝見してて、ただそのプレイヤーであるこう踊ってらっしゃる皆さんが素敵な先輩ばかりだなって、それがすごい魅力に感じてるダンスカンパニーでもあったかな、私は。ダンスとかクリエーションが注目されてるけど、でも人としてこの方たちは素敵な人だ、私は知っているって思って見てましたね。まあでもともとトモもエミスケも
地がいいっていうのはあると思うけど、うん、もちろん、うん、会いたいな、うん、なんかお二人もねいつか、ね、お話ししたらぜひ喋りたいんですけれどもお願いしたら出てくれるかしら、うん、どうなんですか、私香織さんに声かけるのも正直すっげえ緊張した、うん、なんでよ、なんで私を選んでくれるんじゃろうと思って、イレブンプレイですよ、だって出てくれると思わないですよ、事務所的にちょっとカンパニー的に NG ですみたいな、そこちょっとあの許可取ってきてるんで大丈夫です、よかった、でもその許可をねいただいて、本当にこんな何のバズりもまだしてないチャンネルにこう出ていただいて、ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しいです、ちゃんとイレブンプレイのホームページだったり、あのかおりさんのインスタグラムもあの全て説明した概要欄にあの貼っておきますので、ぜひあのこれからの活動もね素晴らしいパフォーマンスを見せてくれると思うので、楽しみにそちらもチェックしてみてください、ありがとうございます。かおりさんの今日のお話とかが参考になって楽しかったなっていう人は、ぜひグッドボタン、高評価とチャンネル登録もして応援していただけると嬉しいと思います。ありがとうございます。本日は、ゲスト、かおりさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。喋り残したことないですか？大丈夫ですか？全然。かおりさん、大丈夫ですか？うん。私は、つらつら喋っただけじゃけど、どう？逆にさ、私は聞きたいことの方が多かったなと思っちゃった。なんでやねん。なんでやねん。いや、あのさ、なんて言ったらいい？余ってる時間で喋ります。なんか、あとは適当に。え、じゃあ、オフショットということで。オフショットということで。使うかわからないけど、ちょっと。わからないけど、アフタートークということで。ゆったり行きましょうか。